県内8つの神社で開かれている徳島花手水巡り。コロナ禍で使用を控えていた手水舎に県産の花を生け、その魅力を伝えようと企画されたもので、去年に続き2回目の開催です。徳島市の小倉八幡神社では、パープルエレガンスという胡蝶蘭やガーベラなど紫と白の落ち着いた色合いの花が手水鉢を彩ります。年明け早々の震災などで傷ついた心を癒し、前向きになってもらおうという思いで神社の関係者が行けました。すごい色とりどりで綺麗でした、はい、またイベント期間限定の御朱印も登場。各神社でそれぞれの手水鉢がデザインされた美しい御朱印をもらうことができます。徳島花手水巡りは3月17日まで行われています。